畑豊吉畑豊吉は日本の実業家、演出家、翻訳家、追筆家、工業士、定大での商社マンから工業界に転身し、日本初のヌード賞、学物賞の生みの親として知られる、東京府東京市牛ごめい町長の裕福な薬賞の家に生まれる。もともとは、三重県東院町長身で土建業をしていた一家で、四日市北町で、重福座という芝居小屋を、 経営、1878年に祖父、戦地が上京し、万、ま、寿屋を経て、日本橋で生薬丼や戦地堂を開業した。豊吉の父親はその長男、梁次郎で家業と祖父の名、戦地を継ぎ、西洋雑貨なども扱った。東京府立一中を経て、一校では文芸部に、1917年に東京帝国大学法科大学読法科卒業後、 三菱合司会社を経て、三菱商事に勤めるが、文学趣味が強く、ドイツ文学を翻訳した。1917年から1926年まで、社名でベルリンに滞在し、1923年結婚のため、一旦帰国、その際関西に移住していた谷崎純一郎を訪ね、谷崎は旗の様子が変わったのを見て、友だと松永の話のモデルにしたと言われる。 ベルリン滞在中には、劇場がをよし、ゲアハルト・ハウプトマンや、アルトル・シュニッツラー、アルフレッド・ケル、ルドルフ・オイケンらに手紙を送って、帰国後、マルキド・サドをもじった、筆名、マルキ・サドで、小説、反所女やエロティック随筆を書き、ゲーテ、ファウストなどの翻訳も行う。三菱合資会社勤務中、レマルクの西部先生異常な詞を、翻訳。 中央公論者から単行本として刊行し、ベストセラーとなる。1932年に、三菱を退社。1933年、東京宝塚劇場に勤務して、日本劇場の運営に関わり、日劇ダンシングチームを育て上げる。1934年8月には支配人として、東方名人会を創設。1935年9月12日に、 同社の取締役に就任。その後1937年2月27日に、高等楽天地が開業し取締役に就任。同年5月8日に、東京宝塚劇場専務取締役を経て、1940年11月20日に、同社代表取締役社長に就任。同年12月に株式会社高楽園スタジアムの代表取締役社長に就任。 1941年2月27日に、東方映画取締役に就任。1942年12月に、後楽園スタジアム代表取締役会長。1943年12月10日に、東方代表取締役副社長に就任。1946年2月17日に、現業重役制を廃止し新たに、経営担当者制を敷くために、社長補佐に就任。 同年3月13日に敗戦により、公職追放に追い込まれ、東方の経営から離れるが、1947年より、東京新宿の帝都座で日本初のストリップ賞を上演し、成功を収め、1950年11月16日に帝国劇場社長になり、1952年9月20日に東方取締役に復帰、国産ミュージカルの帝劇ミュージカル 晩年は日本テレビ放送網の経営にも関わった。64歳で亡くなるまで50冊以上の著書、役所を上司した。祖父母である戦地、安夫婦には女6人、男8人の計14人の子があり、父の戦地はその長男、父の弟に畑から養子に出て、歌舞伎役者になった7代、松本幸四郎がいる、11代目、市川段十郎。 初代松本白王、二代目、小野松小六はいとこにあたる。豊吉の妹の春子は、三菱商事社長の牧原里氏の妻となり、この牧原実は、同社社長会長を務めた。妻の長富矢代子は日本郵政副社長、長富裕吉の三女、ドイツ駐在中に心臓を悪くし、長く療養した。二人に子供はいない。ありがとうございます。